今はね、大根、白菜、はい、ね、ブロッコリーのなんてスティックリーっつうんですけど。ホットフレームご存知ですか？はい。あれの担当。あ、そうですか。はい。ホットプレートもね、その流れる時間がちょっと短いもんですから、最後まで読み切れない時あるんですよね。行事終わったものも流れてきますよね。あ、そうですね。もうそれをもう手を一回としていただいた方が楽。ここの畑は何人ぐらいでやってるんですか？34名くらい。34名。やっぱり物を作る楽しみなんでしょうね。チャレンジ精神でしょう。そうですね。はい。はい。少しでもその辛い思いをさ、畑を作ることによって成長の喜びを味わいながらそれを忘れようと。そんな感じで参加していただいてます。トウモロコシ。おー、いいね。1500本くらいになった。避難所の皆さんにね、茹でて差し上げました。ああ、そうですか。一番の出来事でした。枝豆をね。お、枝豆いいね。いいね。枝豆いいね。ビールは使わないですが、枝豆だけはね、みんなに差し上げました。みんなからやっぱり美味しいとか言われますとね、作りがいがありますから。本当ですね。百姓もみよりですから。ご支援をいただいてる方が種をぶってくれた野菜の種なんですよ。で、どんなものだか育ってみないと分かんない。正直私ら分かんないんですよ。初めて作る野菜ですから。じゃあそれも楽しみですね。家の方やっぱ変わってます？どうです？屋根は昔2回目に塞いでもらったけども、あれだって何ヶ月も持つか分かんない。いけるやね。お墓はお墓で行かれてました。30人は帰らんにっちゅう話だから。先生も。あとね。今あれだ。選挙で来ただ。選挙。